遅っ、なんでこれこんな遅いのか。めちゃめちゃ遅いな。こんにちは、ここは東海道新幹線の熱海駅です。新幹線のぞみ号がすごい勢いで通過していると言いたいところですが、新幹線にしては割とおとなしい速度で今熱海駅を過ぎ去っていきました。おそらく熱海駅は東海道新幹線各駅の中で一番めんどくさいところです。まず第一にはこのカーブ、東海道新幹線の駅の中でダントツのカーブであり、普通の運行区間でもここまでの険しいカーブはそうそうはありません。半径が1500m だそうです。今新幹線は基本的に一番急でも半径 4000m のカーブを作るということになっていますので、まさに規格外のカーブというわけです。ですから新幹線もここを減速して通過しなければならず、長らく開業時から速度制限は160キロとなっていました。今 N700 系もしくは N700A 系、N700S などカーブを高速で通過できる特別な新幹線が多数作られていまして、この険しいカーブを時速185キロで通過することができます。しかし東海道新幹線の最高速度は285キロなわけですから、そのトップスピードから100キロも落として通過をしなければならない駅です。しかしこの列車にはあまり関係のないことです。この列車は各駅に停まる小玉号、別に通過をするわけではありませんから、185キロの制限もそれほど大きな障害ではないように思います。東京からやってきたお客さんが大勢ゾロゾロ降りてきました。そしてすぐにベルを鳴らして発車します。この小玉号が駅に停まる上で速度制限は大した障害になっていないかもしれませんが、この小玉号そのものが東海道新幹線にとっての障害といえます。この熱海駅はご覧の通り、各駅に停まる小玉号が止まっても後からやってくるのぞみ号に追い抜かれるということができません。ここにビタッと止まったら後の新幹線は、じゃあここに遅いやつがいるから僕は止まってる間に先に追い抜いていきますんで後から来てくださいねということはできないわけです。これは要するに通過線がないという言い方をするのですが、この駅を通り抜けていくための専用の線路がない新幹線の駅はこの東海道では唯一熱海だけということになっています。だからこの小玉号が早くどいてくれないと速度を上げて通過することができないのぞみ号たちがこの後に一番すごい時で3分間隔で使えているということになります。やっと出てきました小玉号。加速性能のいい N700 とはいえ、しばらくの間熱海駅で線路を塞いでしまっていました。このままちょっと待ってみようと思います。ホーム上には熱海の温泉地へ目指してやってきた多くのお客さんたちがいます。次の列車の案内の放送がかかるまでしばらく予断をさせていただきます。長さを感じていただくためです。この熱海の駅は東海道新幹線が開業した1964年からずっとある歴史ある駅です。そして徳川家康の時代からの有名なやはり温泉地として大きなお客さんを迎えと言おうと思ったら、もうすぐに、もっと本当はね長々と喋ろうと思ったんですけど、次の通過列車の案内があります。通過します。さっきの小玉号がもたもたと走ってここに止まっていたので、後からやってきたのぞみ号は早く行けよと思いながら、そのすぐ後煽り運転でもするかのようにぴったりとついてきているわけです。もとも別に煽り運転をしているわけではなくて、これが予定通り時刻表通りの決まった運行であるということはお知らせします。さあ次の新幹線、多分のぞみ号だと思います。のぞみ号が現れました。しかしとんでもなく恐怖を感じるほどの速さではありません。ちなみに東海道新幹線各駅の中でホームの目の前をもう私から手が届くほど近い距離を新幹線が通過していくというところはやはりこの熱海駅だけです。さっきも言いましたように熱海駅には通過専用のホームがないので、すぐホームのすぐ縁のところを新幹線がギリギリでかすめ取って抜けていくわけです。いくら185キロ低速での通過とは言っても、しかし185キロです。これでは危ない。国鉄時代の160キロでの高速通過もやはり危ないというわけで、じゃあどうしたかというと、さっきお話したことですが、1964年当時東海道新幹線ができたばかりの時には熱海駅新幹線が通過する時にはホームにお客さんをあげないという対策をしていたそうです。
運転開始当初の東海道新幹線には、こだま号と光号の2種類があって、光号は全部通過、こだま号は全部止まるということをしていました。そしてこだま号の出発の時刻が近づくまで、ホームにはお客さんを入れず、この下のところで待っていてもらいました。じゃあそろそろ時間ですから、はい皆さんホームへもう上がっていいですよ、という案内をしていたそうです。ただホームに入っちゃいけませんよで済むのは昔だったからでして、今では頻繁に新幹線の通過があります。お、これ N700S じゃないか。かっこいいですね。もうこんなに頻繁新幹線が通るようになったら。あ、すいません、まだまだすいません、こだま号あなたの到着の列車のまで3分前まで望み通過しますんで、ホームの発車2分前になったら、こだま号のホーム上がってもいいですよとかなったらですね、そんなんじゃ新幹線にまともに乗れないということになります。だから1979年限りをもって、こだま号の到着時間より前にはお客さんを入れないという取り扱いは終わりました。そしてこの熱海駅には日本の歴史上初めてのホームドアが取り付けられることになりました。国鉄時代に製造された数少ない貴重なホームドア、その第1号が熱海の駅だったわけです。お客さんが多すぎるからではなくて、新幹線からお客さんを守るための設置だったんですね。ちなみにその日本で一番古いホームドアは2011年に撤去されて新しいものに変わってしまいました。もともとはゼロ系と同じ規格で作ったものだったらしいですよ。基本的にこだま号の運行は30分おきに1本です。まだ発車まで15分ぐらい上り下りともに時間があるのですが、もう大勢ですね、こだま号の到着を待っているお客さんがいます。熱海は観光の駅として大変その需要が大きいのです。東海道新幹線ができた時からここに駅が作られていたのも、その熱海の需要がとても大きかったからです。というわけで、熱海までの区間列車といったものが結構たくさん運転されていたそうです。今から50年ほど前には、東京を出て熱海まで行って熱海止まり、そして熱海の駅でそのまま静岡まで回送して、また静岡から延々と100キロ以上、100キロぐらいですかね、わざわざ手間をかけてまたこの熱海まで戻ってくるという、そういう面倒くさい運転がなされていました。熱海の駅に折り返しの設備を設けることができればそんなことをする必要はなかったんですが、わざわざそんな遥か彼方の静岡まで新幹線を行かせないといけないぐらいに、この辺りの土地は狭かったのです。さあ、この一番端っこのところを見てください。これです。もうこんなに険しい山ですから、大昔から箱根の山、天下の剣とかそんなこと言ったわけですけども、こんな険しい山の向こうをやっと越えて三島まで行くわけです。熱海から三島は近いんですけれども、その道のりは険しいものです。そしてここに第二熱海と書いてありますが、このトンネルを抜けた先に新丹那トンネルというのがあります。この辺りの地質かなり特殊で、温泉が地下から湧いたりとかするもんだから、すぐにですね、なんか膨張したり崩れたりしてしまって、トンネルを掘るのも大変だったそうです。天下の剣を抜けて東京行きの特急こだま号の到着です。大勢熱海温泉帰りのお客さんたちが乗っていきます。ゆっくりと熱海に停車します。そして次ののぞみ号を待たせるわけです。もちろんこの後走ってくるのぞみ号もこだま号がここでのんびり停車をするということを考えてあらかじめ走るわけですが、しかし後の新幹線が多少待たされることになるのは間違いありません。この熱海のすぐ上のこうずっと連なっていく箱根の山並みがなければ、またこっちの南の方から伊豆半島の元となった島がこっちへぶつかってきて、それで山がこの辺りできたんですけど、そういったことがなければ東海道新幹線熱海駅はもっときっと運行しやすい駅になっていたでしょうね。江戸時代から今に至るまで、やはり東海道の一番の難関はこの箱根周辺ということになるわけです。お客さんを速やかに乗せ、また速やかに降ろし、ベルを鳴らして出ていきました。でこのこだま号の後に仕えているのぞみ号がどれくらいの速度で熱海駅を通過していくかなというのをね、面白いから見てみようと思います。速度の計算は簡単です。新幹線の全長何メートルかというのと、何秒でそこを通過していったかというのを見ればいいわけです。すぐに次ののぞみ号の通過の案内の放送が始まりました。さあ来ました。すぐ前を当駅熱海に停車していたこだま号に抑えられて、それほどスピードが出せないと思われるのぞみ号の通過です。
N700 系の全長がですね、404.7m らしいんですが、それを、7.87 秒で、通過していましたんで、秒速 51m、 これに、3.6 をかければいいんだな。 3.6 をかけると、お、すごいですね。ぴったり 185km で走ってるみたいですよ。ということは、いや僕さっきね、小玉号が行った後、すぐ後にのぞみ号が来るわけですけど、前の小玉が遅いから、のぞみは結局その小玉並みに速度を落として、もう185キロよりもっと落としていかなきゃいけないんじゃないかなと思ったんですけど、結構いい感じに走ってるみたいですね。この N700 系はカーブを高速で駆け抜けるということにはすごい神経を注いで作ってますけれど、それだけじゃなくて、小玉号として使っているときに後ののぞみ号を待たせないために全速力で加速してのぞみ号から逃げていくという性能も相当高められています。それがまさにうまく生きてるってことなんだな。のんびりやってるように見えますけれども、これでも相当キビキビとした走りなんですよ。東京からやってきた熱海温泉観光のお客さんをゾロッと下ろしました。そしてまた乗せるわけですが、これほど多くの人に立っている熱海駅にはいろいろな苦悩があるんですね。ちなみにこれ列車とホームドアの間のこの部分、隙間の部分にずっと残っていたらどうなるのかというと、まあ、多分 JR の人に早く出ろって言われるんですけど、まあ、それだけじゃなくて、ね、ずっともし何かの間違いでそこに留まっちゃった場合には、ホームドアが半分自動ドアになっておりまして、外側からドアの方へ行けば開けてくれる、中からは開かないですけども、外から来た人は開けてあげるという仕組みになっているはずです。だからまあ挟まれるということはあまりないでしょうね。もう今録画切った瞬間ですよ。もう2秒後にはまた次ののぞみ号の通過の案内です。通過します。こいつは何秒で通過するかな、目の前を。ほぼ速度制限いっぱいに185キロぐらいで行ってるんだな。ついこの間引退した700系まではここを160キロで通過しなければいけなかったわけですから、ずいぶん良くなりましたよね。25キロのスピードアップは相当大きいですよ。車両側だけではなくて線路側でもなるべく早く通過することができるように左右のレールの高さを変えています。そしてなるべく遠心力を打ち消すということをしています。これをカントというわけですが、結構きつくついているので、この駅を通過する N700 系新幹線はかっこいいわけです。もともとなぜ東海道新幹線にはこの熱海駅も含め様々なところにボトルネックが多く、カーブもいっぱいあって最高速度は未だに285キロにとどまっているのかというと、もともと建設当時の東海道新幹線が今のようなほとんど300キロに近い運転、高速度での運転をすることを全く想定していなかったからだそうです。要するに JR 東海になってのぞみ号が走り始めて以降、 JR 東海は50年前には全く想像すら及ばなかった高速度の新しい時代に突入してしまったということでもあります。遅っ、なんでこれこんな遅いのか、めちゃめちゃ遅いな。これ185キロよりもっと遅いんじゃないですか。遅いな。さっきの列車は112キロしか出していませんでした。これも結構遅いんじゃないですか。ともかくこのような両替の事態にも様々な案を出して JR 東海は解決してきました。今後このような熱海駅のような場所をどのようにして引き続き攻略していくのか楽しみです。ご視聴ありがとうございました。